皆さんこんにちは。こちらは山水 SPLE8T です。発売は1966年、当時の値段は57,900円でした。 JBL の傑作フルレンジ LE8T を搭載したモデルです。LE8T は昔から評判の高いユニットですが、評判通りの音でしょうか。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。LE8T を搭載したバスレフ型スピーカーです。能率は 89dB です。当時としては低い数字です。これはランサプラスという白い精神剤が塗ってあることと関係があるようです。前回はこのスピーカーをレストアする様子をご覧いただきました。今回はこのスピーカーを測定して、その実力を見ていきます。それでは測定結果をご覧いただきます。まずはシステム全体のインピーダンス特性です。エッジを軟化してバスレフが効くようになりました。オリジナルとほとんど同じ形を再現しています。周波数特性を見ていきます。全体的にフラットで目立った共振がありません。広域は 8kHz 止まりです。最低限の帯域をカバーして無駄に伸びていないのがいいですね。低い方はバスレフがよく効いて 50Hz まで伸びています。上と下の数字をかけると40万です。40万の法則に一致しているので、非常に耳当たりの良い音質です。指向性は15度まで正面とほぼ同じです。20センチにしてはいいですね。フルレンジは口径が大きいので、高音の指向性が悪くなるのが宿命でした。このユニットはランサプラスという精神剤のおかげで、高音の出るところが口径の小さいセンタードームに限定されるようです。これによって良好な指向性を実現しています。こちらは格子グリルのありなしです。グリルをつけると広域が若干落ちますが、ほとんど影響していません。こちらはグリルがある時の指向性です。これも15度までほぼ影響なしです。このグリルは音に大きな影響を与えません。このユニットは真空管の時代に設計されました。そこで4オームの抵抗を直列につないで、真空管アンプの音を模擬します。こちらがその結果です。真空管アンプで鳴らすと、このように低域と高域が盛り上がります。これによってフルレンジの特性がフラットに近づきます。フルレンジと真空管アンプは、相性のいい組み合わせです。こちらは2本の個体差です。ほとんど同じ特性を復元できています。1W の歪みを見ていきます。黒がすべての歪みの合計です。
クリアに再生できる目安は 1% です。再生帯域の中は 1% を下回っています。十分低歪みで再生できるスピーカーです。こちらはもう片方のチャンネルです。多少形が違いますが 1% を切っています。これはバスレフポートから出てくる低音の遅れです。遅れ率が1を切っていて全く遅れを感じさせません。低域は F0 近くまでしっかり伸びているし、このバスレフシステムは大変よくできています。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを再生して空気録音したものです。今回はダンピングファクターを2に落として真空管アンプで鳴らした時の音をお聞きいただきます。真空管アンプで聞く LE8T はどんな音だったか、それではお聞きください。以上の結果をまとめると次の通りです。非常に耳当たりの良い音です。低音がたっぷり出るし、高域も不足を感じさせません。それと音に独特の余韻があります。これはフルレンジシステムならではの音の特徴です。音量を上げていつまでも聞いていたくなります。このシステムの 50Hz から 8kHz という帯域幅はジャズを聴くのにベストに思えます。 JBL はジャズ向きと言われたのはこのサウンドが原点にあったのかもしれません。ランサプラスは高音の質量を増やして能率と引き換えに低音を増やす効果がありますが、それだけではありません。
高音が出るところをセンタードームに限定して指向性を改善する効果を同時に得ています。これによって20センチという大口径でありながら豊かな低音と指向性に優れた高音を両立しています。このようなフルレンジは発売から60年過ぎた今も見当たりません。このユニットとこのスピーカーシステムは間違いなく傑作の一つです。ご視聴ありがとうございました。